テレタマオリジナルタオル結果発表やってまいりました。皆様、たくさんのご投票ありがとうございました。さあ改めまして説明しましょう。さあタオルを今年もテレタマライオンズコラボで作ります。さあ、今回はですね埼玉県の高校出身の4選手にアイデアをいただきました。1回戦こちら野手組でございます。蛭間選手のデザインが赤ベースに魂の文字ということです。そして西川選手は水色ベースにほな行こうかという文字でございます。そして投手対決は、渡辺投手が青ベースに龍ですね、辰年なんでね、龍と獅子とテレタマくんのイラストということで、豆田投手は青、緑、ピンクベースに豆ちゃんの文字というこの対決でございます。皆さんが投票してくれた1回戦の結果がもう出ております。ではまずは野手対決から、蛭間選手対西川選手から結果を。運命の封筒ありがとうございます。めちゃくちゃちゃんとしてるじゃないですか。なんかドラフトみたい。なんか緊張しますね。ドキ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 。おお、なるほど。では発表いたします。野手対決勝利したのは蛭間拓哉選手。蛭間選手おめでとうございます。ということで、ではサイアン。蛭間選手赤で。いきますね。ズン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 。1回戦突破おめでとうございます。さあ続いては投手対決です。さあ緊張しますわ。投手か豆田投手か。ではさあここに名前がねこう書いてあるんで、さあおおどっちだ投手対決を制したのは渡辺裕太郎投手おめでとうございます。おめでとうございます。さあということでサンヤン、なるほど、渡辺投手赤で、ズン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 ということでございます。さあ裏学対決と、なんとなんとちょっとね投票する皆さんも悩むんじゃないですか。いや悩みますよね。デザインでも悩むかもしれないですけど、うわちょっと人物的にね、普段は渡辺投手を推してるけど、いやちょっと蛭間選手のデザインもいいなとかね、いろんなこう気持ちがねぐわーって入ってくると思うんですよ。確かに皆さんの1票でタオルのデザインが決まりますんでね。そうなんです。この結果を踏まえて皆さんにはもう一度テレタマアプリから投票してもらいます。どちらの選手のタオルが欲しいか、ぜひアプリの方から投票よろしくお願いします。ではこの結果は後日発表いたします。お楽しみに。